生時代、誰にも見せられないような日記を書いた経験はありませんか？今回はひがみの日記を書いていたというイッチのお話。絶妙なひがみ方をしているイッチの中学時代は、どのようなものだったのでしょうか？ぜひご自身の中学時代も振り返りながら、お楽しみください。俺が中学の時つけてたひがみの日記が出てきたのでさらす。さらす。いいからさらせ、ビビるな。9月26日、電車の中でやたらこっちを見てひそひそ話してる女の子がいた。俺に気があるのかと思ってちょっと姿勢よくしてカッコつけてた。襟元を整えてさりげなくチャックが開いてないかどうか確認して耳を澄ませてたら。ねえ、あの人顔のバランスめちゃくちゃ悪くない？だって、何それ、言わせてもらうけど君も結構悪いと思うよ。9月28日、自転車乗ってただけなのに3回もおまわりさんに注意された。俺みたいな貧弱な少年じゃなくて、いかにもシンナーやってそうなボルナレフみたいな頭のあの男を注意しろよって思った。中二病の日記、略して中日記。中二病ではないな。9月30日、上田と一緒に浅草行った。上田は修学旅行生っぽい女の子に声かけたり手振ったりしてた。ほんとイケメンは死ねばいいのに。なんかうさんくさいから一回だけ日記相手をプしてから文章さらせ。ちょっと待ってね。はい。オケ、マジっぽい。10月2日、いつも餌あげてる猫に噛まれた。10月5日、沢谷に CD 返してって言ったらごめん忘れてただって。君そのセリフ5回目だよね、貸さなきゃよかった。10月6日、CD 返してもらった。でもよく見たら特典のシールなくなってた、死ねばいいのに。こういうの好きだ。10月9日、数学のテスト返ってきた。テスト前に俺全然勉強してないよって言ってたのに85点だった。一緒に店合いっこした河村の視線が辛い。でも本当に勉強してないのだからしょうがない。10月12日、文化祭の準備だった。例のように俺は裏方に回る文化祭など楽しみなわけがない。10月13日、文化祭当日。ずっと模擬店の裏で本読んでるつもりだったけど、兄貴がエリちゃん連れてきたのでずっと子守で終わった。上田に、なんかお前小さい子供といるとまるでお父さんだな。って言われた。そんなに俺は老けてるのか？10月14日、文化祭2日目、今日はゆっくり本を読むことができた。これは期待。10月15日、最終日なので人が多かった。上田に連れ回された。でも途中で女の子とどっか行っちゃった。あいつくたばんないかな。上田はリア充と予想。上田次長。10月16日、文化祭片付け。なんで一番騒いでた奴らが片付け来ないんだろう。ありすぎて困る。10月20日、クラスの女子が騒いでた。交換日記がなくなってたそうだ。交換日記って小学生かお前ら。なぜか真っ先に俺が疑われたけど昨日の放課後は上田と遊んでたから上田が証明してくれると思った。けど上田がふざけて、そういや見なかったな。っていうもんだからますます疑われた。でも最終的には誤解は解けた。上田が気になる。10月22日、誕生日だった。でもプレゼントくれたの上田だけだった。俺上田のことあんま好きじゃないんだけど上田はなぜか俺と仲がいい。変なの。とりあえず、お前と上田ができているのは分かった。プレゼントの内容書かないあたり、未来の自分に見せる気ゼロなのがわかるよな。10月30日、みんなが言うには俺は何やっても怒らなさそうなイメージがあるらしい。でも俺だってさすがに机に SM 雑誌置かれたら怒るよ嬉しいけど、犯人は予想通り北島だった。でもみんな俺の SM 雑誌だと信じて疑わない。みんなそういう目で俺を見てたのか。ちゃんと日記書き続けてるあたり偉いな。11月12日、みんなは俺の音楽の趣味が変わってるという。エミアってそんなに変わった趣味なの？って言ったら、いやお前が聞くのがおかしいって言われた。じゃあ俺にぴったりな音楽ってなんだよ。エミアってなんだ？あ、あれ、俺と似てる。エミアはねえけど。11月15日、将来なりたい職業を書かされた。女の子の衣装を作る仕事って書いたら職員室呼び出された。別に、いいじゃん。ひでえ。呼び出しとか。11月17日、ついうっかり弁当を忘れてしまった。昼休み食べないで本読んでたら上田がシューマイくれた。でもなんかすごい嫌な感じだった。あの目は明らかにあざ笑ってた。感じたことをそのまま書いてるのがいいなシュール。11月23日、俺の机に見知らぬ邪魔なバッグが置いてあった。嫌に変な形だと思って開けたらエレキギターが出てきた。ちょっとかっこよかったから持ってみたら持ち主に怒られた。なんか納得がいかない。不幸すぎる。11月27日、いきなり谷本先生に怒られた。最後までなんで怒られたのかよくわからなかった。一緒に怒られた上田もわからなかったという。でも 100% 上田が何かしでかしたのだと思う。上田自重しろ。登場人物が少ない。また上田か。12月1日、期末試験の月だ。なんというかやる気が出ない。そもそも今までやる気が出た試しがない。その割には成績は中の上くらい。不思議。
一致の経歴が気になってきた。勉強しようと思ってたのにこのスレは。12月5日、田島のノート見たら大事なことが全く書かれてなかった。お前何のために授業受けてんの？そんな奴いたいた。そして、そういう奴に限って、ノートを見せたことで恩を着せようとする。12月6日、昼休みに水谷さんの似顔絵描いてたら上田に見られた。さすがに空気読んでみんなに見せるようなことはしなかったけど、不安だ。一致のスペック現在のと中学時代の両方希望ぬ。12月12日、期末試験が始まった。特に書くことはない。今は俺19。12月23日、上田と一緒に映画見に行った。よく考えてみると上田以外に友達いないような気がする。上田いいやつなのか？一致はありた。なんだかんだで上田と仲いいじゃないか。12月24日、上田は彼女とデートしているらしい。中学生のくせにけしからん。キリストの誕生日にイチャつくのってどうなんだろう。これは地味に面白い。悲惨なクリスマスだ。12月25日、兄貴の家でクリスマスパーティーだった。リエ姉さんはどうも俺にいい印象がないらしい。なぜだ？なぜだ？エリちゃんって兄貴の娘？兄貴と何歳さ？娘で俺と兄貴は11歳さ。リエ子だ間違えた。リエ子でもリエでもどっちでもいいじゃねえか。クソ真面目。1月1日、上田と上田の彼女と一緒に初日の出見に行った。なんか辛かった。文化祭で女の子に声かけてたこと言ってやろうかと思ったけど、やめておいた。上田ばっかり。1月9日、冬休み何していたかで話題は持ちきりだった。正直に言うと俺は3日しか外出てない。なんか悲しい。1月12日、恋愛運が上がる石とやらをもらった。こんなんで上がったら苦労せんは言ったけど、しっかりと財布にしまう自分が情けない。水谷さんのことが好きだったのか？ワクテカが止まらない。1月14日、恋愛運が上がる気配がない。当たり前だけど。やっぱダメだったか。さりげなく石のパワーに期待してる一致が可愛い。1月20日、上田の誕生日だ。あんまりあげたくないけどプレゼントあげた。喜んだ顔もまたイケメンだった。上田との関係が好き。1月22日、恋愛運が上がる石を持ってと語った。もういい加減諦めようと思う。たった2日じゃなぁ。期待してたのか。1月29日、もうすぐ中学3年になる。特に変わることもないけど、部活入ってないから後輩が増えるわけでもないし。2月3日、上田が一緒の高校行こうって言ってきた。悪いけど俺とお前では学力差がありすぎる気がする。ひでえ。いいじゃん、仲いいじゃん。2月10日、あの恐ろしい行事が今年もやってくる。嫌だ。バレンタイン。男子校だとバレンタインとかそんなダメージないよな。あるある、それがダメージだけど。2月14日、学校行きたくなかったけど行った。なんか上田の顔が眩しすぎて直視できなかった。なんでこう日本は変な男女絡みの行事が多いのか。でも家帰ったらエリちゃんがチョコくれた。嬉しかった。俺だってエリちゃんからチョコもらいたいし。エリちゃんうつ。2月18日、吉郎おじさんが欲しかった球体関節人形の写真集くれた。2月19日、上田に昨日もらった写真集見られた。明らかに引いてた。球体関節人形寺惜しい。中学生で球体関節はない。2月20日、昨日のことで上田と顔合わせづらかったけど、上田は普通に話しかけてきた。思い切って昨日の写真集見て引いたって言ったら、まあ引いたけど別にいいんじゃないのって言ってた。意外といいやつなのかもしれない。って思ったらクラスのみんなに言いふらしてた。死ね。上田増えた。上田の裏切り。上田いいやつ。2月25日、なんかここ最近クラスのみんなが喋ってくれない。上田のせいなんだけど上田は普通に喋ってくる。怒るに怒れない。上田で人生動いてるな。他人事と思えない。不思議。普通にクオリティ高いから困る。もはや主役は上田。3月2日、もう中学2年生もあと1ヶ月を切ってしまった。来年は受験があるから嫌だ。上田は相変わらず同じ高校に行こうと言ってる。俺だってそんな高くないけどお前下の上くらいじゃん。イケメンと言いつつ見下してる。上田に対して冷たいな。上田いいやつじゃねえか。上田天然。3月18日、最後の期末が終わった。やっぱり上田はダメだった。でも補習に付き合う羽目になった。ダメだ上田、早くなんとかしないと。3月22日、補習授業だった。上田はほぼ俺の写してるだけだった。何こいつ、たまには自分で考えてください。新鮮る上田。たまには自分で考えてください。4月5日、上田と上田の彼女と花見に行った。行きたくなかったんだけど補習のお礼におごるって言うからのこのこついてった。上田の彼女は美術部らしい。ちょっと会話が弾んで嬉しかった。ひがみばかりかと思いきや、意外とそうでもない一致の日記。新しいクラスになってまだまだ日記は続きます。4月7日また上田と同じクラスだった。上田はよかったなって言ってるけど別のクラスがよかった。でも水谷さんと同じクラスだからまあいいか。何このスレ、素晴らしいじゃないか。
一致には間違いなく文才がある。実にシュールだ。一致水谷さんにベタボレ。上田片思い。上田は明るいはずなのに一致しか友達がいないように見える。多分上田が一番信用しているのは一致。4月10日、志望校書かされた。上田は俺と同じ学校を選んだけど、10中8区無理だろう。4月15日、身体測定だった。身長伸びたけど体重減った。俺はどう転んでもマッチョにはなれない。あと右耳の聴力がまた下がってた。不安だ。右耳の聴力、何の伏線だろう。これは10秒フラグ。4月16日、体力測定だった。思い出したくもない集体を晒してしまった。あ、耳は特に伏線とかじゃないです。4月21日、上田が休むと驚くほど暇になる。俺って友達いないな。でも水谷さんが話しかけてきた。嬉しかった。やったじゃん。初めてポジティブな日記が、ワクテカで眠れない。4月22日、上田がまた休んだ。2年連続解禁症のあれが2日休むとは、地震でも起こるんじゃないだろうか。上田どうしたんだ。上田家でフラグ。くそ、寝る前に開いたのが間違いだったぜ。4月23日、今日も休んだ。不安だからお見舞いに行った。なんかよくわからんが腸が炎症を起こしているらしい。上田が苦しんでるのを見るのは楽しいのでちょっと長居した。しっかりお見舞い行く。エッチが可愛い。鬼畜。上田かわいそす。追いついた。自分の厨房の時の周りにいた奴らで脳内してるぜ。ひでえ。4月28日、上田が元気になった。結構大変な病気だったらしい。どうでもいいけど。ひでえ。マジで鬼畜だな。上田回復早え。どうでも良さそうに見えない。さすがひがみ日記。5月2日、明日からゴールデンウィークなので兄貴家族と旅行に行く。行き先は四国だ。多分俺は終始エリちゃんとケンジの子守で、あの二人はイチャイチャしてるんだろうな。俺だってエリちゃんとイチャイチャしたいし。何この上田スレ。5月3日、予想通りの一日だった。小さいこと乗り換えすることほど怖いものはない。てかお前ら自分の子供の面倒くらい見ろよ。5月4日、昨日と違って大移動はないものの、景色とか楽しめなかった。もうやだ。景色とか増えた。久々に寝れないスレを見たぜ。これはかなりの様スレ。一致もっと早く書いてくれ。5月5日、ようやく帰れると思ったら、帰りの方が大変だということを忘れていた。ケンジがお土産屋でダダこねて電車に乗り遅れそうになった。でも帰れたから嬉しい。ケンジ。ケンジ、次長。旅行先でもちゃんと日記書く。エッチかわいいな。ハゲドウ。明日早いから寝るが、まとめページ欲しいな。これは真面目に寝スレ。5月7日上田にお土産はって言われて気づいたけど俺のお土産買い忘れてた。これだから家族旅行は嫌いだ。自分の土産かよ。土産最速かよ上田。わくてか。しっかりお土産の最速する上田がいい。5月14日、なんか5月なのにやたら暑い。冬の方が俺は好き。夏はまあかき氷とか美味しいけど。5月17日、そろそろ中間試験。頭のネジがついに外れたらしく、上田が真面目に一緒に勉強しようって言ってきた。かわいそうにこの暑さにやられたんだろう。そこまで言わなくても。かわいそうにこの暑さにやられたんだろう。ひどし本当に中学生かお前は。上田が足引っ張ってテストが悲惨ってオチが見え隠れする。淡々とした感じがマジで好きすぐる。ネジ。5月18日、上田に勉強を教えるのがこんなに難しいとは思わなかった。何せ今までノートを取ってないのだから1ヶ月半分の内容を教えるのは無理がある。ひどすぐる。上田はわかってるんだよ。大好きなエッチと一緒の高校に行くには今のままではダメだと。ちゃんと教えてあげてる。上田どうしようもないな。6月1日、なんか思ったより上田が点数取ってびっくりした。でも、これで一緒の高校行けるな。っていうにはちょっと足りないだろう。6月3日、上田は6月は祝日がないって言ってるけど、県民の日があるじゃん。あれは祝日じゃないのか？千葉県民か特定した。6月7日、授業中水谷さんの方ぼーっと見てたら目が合ってしまった。急いで反対側向いたら上田がニヤニヤしてた。勘弁してくれ。ごめん若干違う。お前ら仲いいな。上田次長。6月8日、上田がわかってるくせに。お前水谷のこと好きなの？って言ってきた。顔がニヤニヤしてたうざかった。うん、そうだよって言ったら告白しないの？って言ってきた。んなもんできるはずないだろって言ったらふんって言って終わった。嫌な予感がする。死亡フラグ。上田なコードフラグ来たこれ。上田がそんな奴には思えない俺。青春の香りがする。これは終わった。甘酸っぱくなってきた。いいよいいよ。6月9日、上田のアホが水谷さんに俺が水谷さんのこと好きだって伝えてた。何やってんのもう二度と会話できないじゃん。一応水谷さんに上田が変なこと言ってごめんなさい。あいつバカだから時々わけのわからんこと言うんですって言っといた。でもなんか吹っ切れた気もする。上田の彼女に電話して上田の浮気症を伝えておいた。おもしらば。ちょ、この最後のツッコミがいい。上田も死亡。上田涙目。
6月10日、上田は怒ってたけど特に重大問題にはならなかったみたいだ。まあ一応これでワイコだし、いいか。弾の反撃。やべえ、次早く、ワクテか。上田オタは、重大問題だろ常識的に考えて。上田様、なんだかんだで仲良すぎ。6月12日、心配していたが水谷さんがみんなに言いふらすことはなかった。やっぱり上田と違っていい子だな。でもなんかやっぱり居心地悪い。水谷の内心、一致の臆病者。上田と違って。登場人物が少ないからよくわかるけど上田と比べんなよ。6月22日、もうすぐ7月、嫌な季節が近づいてくるな。高校まで書いてあるの？中3で終わり？6月29日、水谷さんが話しかけてきた。まあ同じ委員会に入ってるから仕方ないけど、なんかすごい恥ずかしかった。ぶっちゃけ今現在まで書いてある。さすがにそこまで書かないけど。今現在まで頼む。次すれ突入確定じゃねえか。マメなやつだな、それもさらせ。それよりやっと笑を連発したな。淡々としすぎてて怖かったぜ。追いついた続き気になる。上田とは今どうしてんだ。7月2日、夏来た。俺は夏が大嫌いだ。上田ははしゃいでるけど。冬の方が断然いい。7月7日、七夕だった。エリちゃんが笹持ってきたから短冊とか吊るした。上田と上田の彼女も来た。短冊に書くことなかったから上田が死にますようにって書いておいた。けど上田の短冊見たら一緒の高校行けますようにって書いてあった。書き直した。上田、泣いた。ちょ、上田の友情に全俺が泣いた。上田はバカだけどいいやつだな。7月10日、もうすぐ夏休みだがその前に期末だ。今回も上田は頑張ってた。やればできるじゃないか。上田はやればできる子。上田てらいやつ、濡れたわ。今の上田と一致の関係が気になってたまらん。7月18日、上田の点数はまあそこそこだった。しかし上田と一緒に勉強したせいで俺の成績も上がった。余計に差が開いてしまった。笑った。余計に差が開いてしまった。上田と一致もえ。これいいなぁ、リアルにこんな青春あるんだな。7月22日、プール行った、上田と競った。他の競技は苦手だが泳ぎだけなら得意だ。上田に勝てる種目はこれしかない。けど上田の彼女も来てたから花を持たせてやった。お前はいいやつなのか悪いやつなのか。上田頑張れ。上田の行動も可愛いけど、それを日記に書く一致も心の中では友情を感じてるんだな。まさに青春。一致の優しさに全俺が泣いた。7月24日、夏休みの自由作文の題材探しに上田と行った。寺とか見てたけど上田はずっとつまらなさそうだった。ああ何も考えてないってこういう状態なんだろうと思った。上田アコス。上田観察日記。上田と俺。上田息ぼとけ説。8月2日、ケンジとエリちゃん連れて地域子供会の夏休みキャンプに行くことになってしまった。エリちゃんは比較的おとなしいがケンジが問題だ。不安で胸がいっぱいだ。ケンジ、また来ると思ってたぜ。またケンジか。ケンジ自長知る。ケンジ。8月3日、今日からキャンプだった。なんかただの森にバンガローがあるだけの場所だった。あとなぜか上田と上田の彼女も来ていた。お前ら結構暇人なのな。上田。上田の彼女は学校違うのか？8月4日、沢登りした。途中エリちゃんが疲れちゃったのでおぶっていった。俺も疲れちゃったけど立場上弱音は吐けないので辛かった。上田の彼女は私立だった。上田はストーカー。上田、ブワ。8月5日、ケンジは友達作って一緒に遊んでいるし上田は相変わらずイチャついてた。エリちゃんはそもそも女の子の参加者が少ないこともあってずっと俺と一緒だった。一緒にいて分かったけどこの子意外と毒舌。もう俺の心折れそう。エリちゃん。一致の心が。黒いモードのエリちゃん。飛んだ伏兵。上田と一致は同じ地区だったのか？8月6日、夜キャンプファイヤーした。あのジンギスカンの曲は誰が歌ってるんだろう。同じ地区っていうか、家が同じ並びにあった。なるほど、すぐ近所だったんだな。デスありがとう。エリちゃんのキャラが立ってきた。エリちゃんとケンジはどっちが上なんだっけ？お姉ちゃんと弟？8月7日、ようやく帰り、帰りのバスは2人とも疲れてぐったりしてたのでスムーズに帰れた。でもエリちゃんがゲロ吐いた、よりによって俺の服の上に。ケンジは俺の弟、エリちゃんは姪。把握した、イッチは2人兄弟で、エリちゃんは兄貴夫婦の娘ってことかな。毒舌な上にゲロも吐くのか。あれ、このキャンプイッチが全然楽しめてない。人生もな。あ、イケネもう寝ないと、9時からバイトだ。まだまだ続けてほしい。さすがにあと6時間切ってるから辛い。おつ、俺も朝から講義あるからそろそろ寝ないとな。再会待ってるよ。いや、ここらで打ち切ってくれないと。再会はいつ？まだ書くの？一回ぽっちりで書こうと思ったんだけど。お前は文才がある。なんというか日記の才能がある。また気が向いたら頼むよ。てめえここで終わったら一生気になるじゃねえか。上田は高校どうなったんだとか、今はどんな感じなのかとか。
一旦始めたことは最後までやり遂げなさい。明日も来るんだよな。な。いきなり、でも面白かったぜ。一輝くんはどこの大学ですか？ああ、俺大学は行かなかった。上田はいい大学進んだけど。じゃあ、また今晩すれ立てるかしてまた書くよ。きたこれ、続き読むの楽しみにしてるぜ。わけありきたこれ、おつ。それは衝撃の事実だな。上田も頑張ったんだな。上田が頭良くなるきっかけ作ったのはエッチだろうな。お疲れさん。マジか。でも、お前が今、幸せなら俺はいいんだ。おつ。いっつおつ楽しかった。いっつおつバイト頑張れ。じゃあおやすみ。俺が中学の時つけてた日紙の日記が出てきた、パート2。立ててる。おつ、上田。上田おつ。おつ、上田。いっつ早く来い。遅れてごめん、ただいま。ん？うおおー、上田。あ、違った。来たこれ。ちょ、来たー。うお、来た。待ってました。8月28日、上田が宿題写させてほしいと言ってきた。もちろんダメだと言ったが、一緒に宿題の計画立てたはずなのに、なんでお前終わってないの？早速上田。始まった。上田宿題しとけよ。上田ダメな子。9月1日。結局上田は半分くらい宿題終わってなかった。やる気出したんじゃないのかお前は。残りはお前と一緒にしたいんだよ。上田。9月5日、日記つけ始めて1年になりそう。1ヶ月で辞めるつもりだったけど、読み返してみると上田のことばっかだなこれ。自覚あったのか。日記に書くな。また上田か。9月8日、上田の彼女からなぜか電話かかってきて、一緒に絵を描くことになってしまった。上田に見られたらどうしようかとハラハラしてたけど、上田は知ってたらしい。福沢上田。う、上田、なんだー、上田うぜ。9月13日、先生に呼ばれてもっと上のランクの高校行けって言われた。でもそうなるとアホな上田は受からないだろうな。何その教師。上田を待ってあげる優しさ。優しさきたこれ。この上田思いが、一致の友情。9月20日。もうすぐ中間試験、上田は今回も頑張るのだろうか。9月28日。一周年経った。でも今日書くような出来事起こらなかった。思えば日記つける理由となった俺を笑った女の子はどうしているのだろうか。一致帰ってきてたのか。ログ見たところバイトについて触れられてないんだが、よかったら何のバイトしてたのか教えてくれまいか。気になって仕方がない。女の子の衣装を作る仕事の手伝い。ちょ、夢を追い続けてたのか。11月15日、将来なりたい職業を書かされた。女の子の衣装を作る仕事って書いたら職員室呼び出された。別にいいじゃん。夢を叶えたんだな。おま、先生見返してやったな。おめでとう。ちゃんとやりたいことできてるのな。10月10日、テスト帰ってきた。今回も上田はきちんと勉強していた。英語の点数以外はみんな上がってた。でも英語がまずい。だってこいつできるできない以前の問題があるんだもん。ごくり、英訳、上田。とりあえず上田が受かりますように。10月13日、文化祭1日目、エリちゃんが来たので今年も子守だった。上田に笑いながら、お前はロリコンかって言われたけど、違う、俺はむしろ熟戦だ。ちょ、日記にそんなこと書くな。ちょ、おま、寺熟戦。10月14日。文化祭2日目、何があったのか知らんけど、上田のテンションがやけに高かった。ただでさえやかましいのに。ラスト1両が、上田何があった。10月15日。文化祭最終日、よく考えたら中学生最後の文化祭だった。上田のテンションが高かったのはそのせいだろう。文化祭は高校になればまたあるんだけど。下1両冷静。お前もチッターはしゃげ。どこまでクールなんだ。あるある。10月16日。文化祭片付けだった。今年で中学生最後の文化祭なんだから張り切っていこうって言ってた女子たちが片付け来ないのが納得いかなかった。後片付けも張り切れよ。わかる。去年と同じ展開じゃねえか。1年前と寺デジャブ。これはわかる。10月23日、上田に将来何になりたいのか聞いたら、公認会計士って言ってた。理由を聞いたらなんか名前がかっこいいからだって。公認会計士って医者並みに難しい試験受からなきゃいけないような気がするけど、こいつ多分公認会計士がなんだか理解していない。上田かわいい。上田バカす。上田に燃えた。10月29日。そろそろ受験に本腰入れて臨まないといけない。みんなに比べるとちょっと遅いけど、上田は今年に入って1日1時間は勉強するようになった。無理だな。ちょっとは応援しろ。無理だな。褒めてんのか見放したのかどっちだ。上田バカす。オチがいつも冷たい。上田始まったな。11月3日。まずい、俺もこんなに勉強するのは初めてだ。上田に至っては生きた屍のようになっている。上田ー。上田、どうなってんだ。上田生きろ。上田は愛すべきバカ。11月12日。上田と上田の彼女と3人で勉強した。彼女は上田と比べ物にならないほど頭良かった。
さすがいいとこのお嬢さんだ。上田、お前も少しは見習えよな。彼女なんで上田を選択したんだ。イケメン。あれ？彼女頭いいのに一致に勉強を教えてもらってる上田って。ちょ。もう上田観察日記になってるな。11月17日、上田が突然、幸せ、について話してきた。俺はダメ人間で貧乏くじばっかり引いてるけど、生きてるから幸せ。と言ったら大笑いされた。変なこと言ったつもりはない。上田おぜい。俺は一致と友達になりたいと思った。なんでそんな悟ってんだよお前。ちょ、一致かっこよす。一致はどっかのラノベの主人公みたいです。11月25日、クラスのみんなが目に見えて静かだ。中には開き直ったやつもいるけど、上田はまだなんとか頑張っている。来月には開き直ってるだろうと心の中でかけておいた。冷徹、なかなか上田の頑張りを認めないな。12月2日、なんか、俺の方が危ない、頑張れない気がしてきた。どうした？受験生は大体そんなもんだ。いくら成績が良くてもどこかに不安が残る。どうしたんだ？何があった？12月8日。なんか勉強の合間の休憩が増えてる気がする。これはいかん。もっと気合い入れていかないと。こういうの見ると俺も中学校くらいから日記でもつけてればよかったなと思う。まあそんなことしたってエッチのクオリティには到底及ばないただの痛い日記になるだろうが。12月23日。冬休みだ。この冬は勉強だけで終わるだろう。ラストスパート頑張れ。12月25日。兄貴の家でクリスマスパーティーだった。兄貴に湯島天神のお守り、エリちゃんからよくわからんお守りのようなもの、をそれぞれもらった。てかこの辺は受験のことしか書いてないっぽい。エリちゃんは俺の嫁。12月31日。今年もこれで終わり、上田の家でそば食ってカウントダウンした。最後の日まで上田。なんぼ仲いいんだ。次長と言っておきながら自分これだもの、次長。上田の家かよ。上、だ。1月1日。上田の家に泊まってたので、そのまま一緒に初詣行った。一応受験生らしく合格を祈った。ああ。もう上田どう見ても彼女より一致の方が好きだろ。追いついた、ロムル。1月23日。願書出してきた。上田のこんな顔見るのは初めてだ。なんかすごい顔になってた。上田。そろそろお前と同じ学校行けないんじゃないかと本気で思ってるんじゃね。上田。上田がマジになった。2月1日。もう第一志望の入試まで1週間くらい。俺はまあ余裕があるんだけど、上田が受かる気がしない。そんなこと言うなよ、ひでえ。2月9日。試験だった、発表は明日、ドキドキする。発表早いだろ。わくてか、こっちもドキドキする。どうなる上田、と、どうなったんだ。2月10日。奇跡ってあるもんだ、俺も上田も受かってた。上田が本気で泣いたの初めて見た。その後2人で出かけた、その後バレンタインのことを思い出し鬱になった。上田すげえ。上田お前ってやつは、全米が泣いた。日記と分かりつつも嬉しいな合格。友情の勝ちだ。おめでとう。2月11日。クラスのみんなに上田が受かったことを話した。どんな手を使ったのかで話は持ちきりになった。ちょ、上田の信用。信用したれよ。ちょ、上田はやっぱりやればできる子。おめでとう。ってこれ日記なんだよな。2月14日。上田の彼女からギリチョコもらった。何この気持ち、泣きそうなんだけど。でも家帰ったらエリちゃんからチョコもらった。でも泣いた。全一致が泣いた。もう、この先は上田が主役でOK。主人公が途中で変わるという俺発案の映画決定。なんかいい生活送ってるな。むしろモレは今の一致と上田のが気になる。2月20日。なんか気が抜けてしまった。相変わらず上田ははしゃぎっぱなしだ。あのエネルギーはどこから来るんだ、不思議。上田は元気だな。かわゆす。去年はチョコ1個だったのに。ときメモ的に年々増えていくのか。2月24日。もう来月で中学生終わり、教室でちょっと考えにふけってたけど、いい思い出なかった。かわいそう。ん？上田との思い出がいかやく。3月3日。兄貴がエリちゃんにひな人形を買ったので見に行った。なかなか出来のいい人形だった。エリちゃんはお小遣いの方がいいって言ってた。エリちゃん、恐ろしい子。エリちゃん、エリちゃん現金だな。黒いエリちゃん。上田くんのこと一致は今どう思ってるの？3月15日。そういえば合格祝いとかがない？高校受験って大したことないのかな？仕方ないから貯めてたお金で自分にご褒美買った。寂しい。どうって言われても、友達だけど。それなんて俺。最後の一言がいいな。何買ったんだろう？3月17日。卒業式だった。水谷さんと会えなくなるのが悲しい。上田が気を利かせて俺のアルバムに水谷さんのメッセージ頼んでくれた。嬉しい。たまにはいいことするじゃないの。うほ。上田は一気の恋のキューピッド。上田いいやつだな。上田グッジョブ。中学校生活も終わり、水谷さんともお別れのようです。なんだかんだでいい関係の上田とのエピソードも微笑ましいですね。そして、日記の内容は徐々に高校生活を見据えたものにシフトしていきます。3月19日。制服が届いた、ブレザーだった、かっこいい。
でも鏡見たらに合ってなかった。お前以外にナルシストだよな。俺の高校学ランだったな。ブレザーに憧れてたよ。高校に行けなかった俺よかまし。上田みたいな友達が欲しいな。水谷さんはなんて書いたの？秘密。なんというツンデレ。3月26日、上田と高校の説明会みたいなのに行った。いきなり春休みの宿題が出た。上田がびっくりして言葉を失ってた。上田の宿題はエッチの宿題。上田頭の中真っ白。上田ゼック。4月1日、上田が宿題を写しに来た。はっきり言って上田には難しいのでヒントだけあげた。おま、上田の保護者か。上田せっかく合格したのにまた勉強とは災難だな。上田もちょっとは頭良くなったはずなのに。4月5日、入学式だった。高校は人が多くて先生もいっぱいいた。職員室が3つもあった。不安だった。上田の方が不安そうだった。最後の行、一文の短さがいいよな。今更だが日上の日記ではなく上田以下略。4月7日、1クラス43人って多すぎだろ。でも教室も大きかった。部活がすごいたくさんあった。でも俺が入れそうな部活はなかった。上田と一緒に帰宅部。お前には上田がいるから問題ない。上田の入った部活に入ったと予想。逆だろ。4月10日、上級生がヤバい。何この人たち、まるでおっさんじゃないの。俺もああなるのかな。おっさんってどんだけ。3年にもなればおっさんだよ。おっさん来たこれ。4月15日、友達ができない。何話していいかわからない。インドア派とアウトドア派の壁が大きい。喋れない。やっぱり一気には上田しか。やべ、俺じゃん。だが上田がいる。新しい学校生活にはよくあること。4月27日、なんかインドア派の人たち、怖い。お前もインドアだろ。あなたはどっちサイドなんだい？ユーブー。怖いインドア。5月2日、今年も旅行に行くことになってしまった。あの二人は俺を専属ベビーシッターとでも思ってるのだろうか。子供は責任持って作ってよ。エリちゃん枠てか。兄貴ひでえな。エリちゃんとケンジがここでも。さあ今回は毒舌とゲロ、どっちを吐くか。どっちも2、3000ペリか。5月3日、初めて飛行機乗った。怖かった。ケンジの方が怖がってた。エリちゃんは怖さでずっと目をつぶってたら寝てしまった。大物到来。エリちゃん可愛すぎだろ。やっぱり子供なんだな。ケンジ可愛いな。さすがのエリちゃんだな。飛行機ではさすがの上田も追ってはこれないな。5月4日、エリちゃんが迷子になって大変だった。一日潰れてしまった。リエコ姉さんと間違えて別の女の人についてったらしい。まったくもう。あれ、最後一行が可愛い。まったくもうに燃えた。まったくもう、もう。エリちゃんが釣られた。5月5日、今年はお土産を買いたかったけど、ホテルのゲームコーナーでエリちゃんに全部たかられた。エリちゃんが怖かった。へたれ、黒いエリちゃん。エリちゃん怖えー。ここに来て上田声が来たか。エリ降臨。うらエリちゃん再来。5月6日、お土産買えないまま家路についてしまった。なんだこれ。上田に買ってやれよ。エリ、計画通り。また上田お土産なしか。上田、お土産は？去年と同じ展開。上田はどういう反応するんだ。5月7日、上田は沖縄に行ったらしい。彼女と。高校生のくせにしっぽりと言ったのだろうか。羨ましいやつめ、不安だ。ちょ、上田め。高校生なのにしっぽりっていうお前もどうなんだ。あと不安だって。しっぽり、しっぽり、寺しっぽり。5月12日、心なしかゴールデンウィーク以降上田が輝いている。まさかとは思うが、高校1年生にして男になってしまったのだろうか。まあどうでもいいんだけど。ん？上田の充実っぷりに嫉妬。上田。抜けがけ。しっぽりしたのか。上田。したんだな。したんだな。上田。どうでもいい。上田、男、になる？5月14日。いい加減上田がうざいので童貞を捨てたのか聞いた。聞きたくなかったけど。さあ、どうでしょうねー。って返された。何こいつ。上田うぜー。5月20日。やっぱり上田は男になってしまったんだと思う。ゆかちゃんと上田がなんかすごい親密さが増してる気がする。人間って怖い。ゆかちゃん、ゆかちゃん。彼女イコールゆかちゃん、名前来た。なんだかんだ言って上田が気になるエッチ。5月21日、俺が男になれるか不安になってきた。結婚とかできるの？その前に彼女とかできんの？一生独り身とか嫌だよ俺。誰もが抱く不安だよな。高一なのに考えすぎだ。上田の裏切りで精神的に壊れていくエッチである。ちょ、やめれ。5月22日、中間始まった。もう上田は頑張らないようだ。高校って成績足りないと留年するよって言ったら、大丈夫大丈夫って言ってたけど、何が大丈夫なんだろ。5月30日、高校の科目って多い。上田が目に見えて憔悴してた。隠れて勉強してたのかお前。でもその割に点数はギリギリ9大点だった。上田頑張れ。さすがの上田も高校では無理なのか。上田、上田、隠れて勉強したのに。6月3日、テスト全部返ってきた。上田はボロボロだった。かろうじて赤点はなかった。赤点回避。なんだかんだ言ってやっぱ上田だよな。
6月10日。雨の日ってみんなは嫌いだけど、俺は結構好きって言ったら上田に、変なやつって言われた。お前の方がよっぽど変だよ。上田叩き始めた。雨の日好きなやつは結構多くね。本気で変なやつだと思ってたら一緒にいないわけでお互いにな。6月13日。兄貴たち出張行くことになったから、エリちゃんが泊まりに来た。日頃の復讐も兼ねてホラー映画を一緒に見た。効果はあったんだけど俺にもダメージあった。ちょ、友だ俺、鬼畜。一気に痛恨の一撃。突然エリちゃん来たこれ。6月21日。また夏来るよもう、半袖嫌いなのに。半袖が嫌いだったのか。高校の夏服いいじゃないか。特に女子の冬から楽。6月29日。高校って夏休み中も2週間夏期講習があるらしい。上田がびっくりしてた。入学説明会の説明何も聞いてないのなお前。上田おつ。上田は上の空。上田寝てたな。上田、終わった。上田、上田、言うはなぜベストを尽くさないのか。上田になりたい。7月2日。7月になった。上田のはしゃぎっぷり見てるだけで暑い。でも高校ってクーラーついてて快適だ。これで上田さえいなければ。ひどす。ちょ、上田かわいそす。ツンデレだな。上田が不憫でならない。7月5日。学食ってなんか最初は楽しかったけど飽きてきた。朝弁当作る手間が省けるのは嬉しいんだけど、メニュー少ない。上田はほぼ毎日カレー食ってるけど、飽きないの？カレーうまいだろ。自分で弁当作ってたんか。すげえ。上田どんだけ、カレー、上田、カレー、上田に弁当作ってやれ。7月8日。暑い、アスファルトがなんかゆらゆらしてる。上田が靴脱いで裸足で立ったら、なんか面白いことになった。ちょ、面白いことに。上田、無理しやがって。役。上田は生きてるだけで面白い。一致は上田にとって腹心漬け的な存在なんだろうな。7月12日。熱中症になってしまった。頭がクラクラして気持ち悪い。道歩いてただけなのに。一致はもやしっこ。弱すぎ。よえー。上田、バナナ食べさせてやるよ。7月14日。新倉さんに、三浦くんの肌って綺麗な白だね。って言われた。ちょっと嬉しかったけど上田が言うにはこれは皮肉らしい。でも焼けないのだから仕方がない。三浦くん。ようやく名字が判明したな。三浦くんっていうのか一致は。三浦来たー。7月20日。夏休みになった。って言っても特に予定がない。まあ大型エリちゃんの子守とかで潰れるだろう。ここでもエリちゃんが。ん？エリちゃんの恐怖。再来。7月29日。上田が心霊スポット行きたいって言い出した。正直乗り気じゃないけど、明日の夜行くことになった。上田。目的は別にあると見た。吊り橋心理か何かで、怖いドキドキを恋愛のドキドキと勘違いすることがあるらしい。ドキ、男二人の心霊スポット、ボロリもねえよ。7月30日。なんかただのトンネルだった。特にこれといった出来事もなく終わった。怖がって損した。怖かったのかよ。8月3日。エリちゃんと東京まで行ってきた。東京って何度来てもすごい。人がいない時間がない。本屋もすごい。遠いのがたまに傷。俺が中学の時つけてた日紙の日記が出てきた。パート3。8月13日。ケンジがプラモデル作ってた。エリちゃんが壊して大騒ぎになった。なぜか俺が買う羽目になった。なんで？エリちゃんまたしても。てか、一致金払いすぎだろ。それでこそ三浦くんです。ここで、登場人物のおさらいです。現在の登場人物、一致イコール三浦、主人公。上田イコール友達以上恋人未満、ゆかイコール上田彼女。エリイコール主人公を困らせる名、ケンジイコール一致の弟、リエコイコール一致の義士。水谷イコール一致の中学時代憧れの人、ニークライコール高校で出てきた女の子。エリちゃんひでえ。8月15日。上田が終戦記念日。って騒いでた。多分朝のニュースかなんかで見たんだろう。日本とどこが戦争したのかわかってるのかな。さすがにそこまでバカじゃねえだろ。不覚にも上田に燃えた。8月19日。今日から夏期講習。夏期講習って言っても普通に3教科の授業やるだけ。じゃあ普通夏休み減らせばいいんじゃん。その発想はなかったわ。じゃあ普通夏休み減らせばいいんじゃん。寺心理。なんという上田クオリティ。8月22日。理科宿題の自由実験が何すればいいかよくわからない。上田は10円玉のサビを調味料で落とす実験のレポート書いたらしい。高校生にもなって恥ずかしくないのかその内容。それ小学生の頃やった。寺小学生。まあ自由研究ってそういうもんだ。上田は無機化学科、高一にしてはなかなか。10円。8月26日。宿題全部終わった。意外なことに上田も終わってた。こいつ本気だ。上田が眩しい。上田が覚醒したようだ。今年の上田は違う。上田始まったな。9月1日。上田が褒めてくれと言わんばかりに宿題提出してた。でも夏休み中に終わるのは当たり前なんだからな。このツッコミがいい。冷静すぎ。褒めてやれよ。上田かわいすぎ。上田気持ちはわかるよ。9月4日。
夏休み明けの学力テストだった。上田が朝びっくりしてた。夏休み前のホームルームで説明してたのに、人の話は聞こうな。さすが上田。上田涙目。上田人の話聞け。9月5日。上田の点数が意外に良かった。本人もびっくりしてた。その後調子乗らなければ上出来だったのに。相変わらずシュールなツッコミだな。9月6日。もうすぐ期末試験、2期生だから範囲広い、3期生で良かったのに。9月10日。なんでこんな教科多いんだ、15教科って何よ。数学と国語と英語がなんで2つずつあるの。9月27日、上田がやばい、すごい点数良くなってる。いい点数だと俺と15点差くらいになってる。人間ってやればできるもんだ。感心してる場合か。素直になれよ。やっぱり上田はやればできる子。覚醒。上田、現在イケメンプラスそこそこの頭脳、羨ましい。上田頑張った、やったな。上田覚醒来たこれ。10月3日、文化祭2日前。なんかすごいアウトドア派の人たちと音楽部の人たちが燃えてる、なんなんだ。あるあるある、ありすぎる。あるある、また下手なんだこれが。10月4日、なんか祭りって感じがする、スケール大きい。でもやっぱしそんなに楽しみじゃない。上田がまた他の女引っ掛けそうだな。なんかわかる気がする。上田ナンパフラグ。10月5日、女の子がいっぱいいて、怖い。上田がはしゃぎまくっててうるさかった。はしゃぐ上田。やっぱり上田は期待を裏切らないな。上田、やっぱり。上田落ち着け。10月6日。なんか音楽部の人たちのライブがあった。すごかった。なんで指があんなに細かく動くんだろう。見た目あんまり細かそうには見えないのに。最後の行がいちいち面白い。10月7日。やっぱり片付けって人来ない。舐めてんのか。またしても。ついに切れた。毎回片付けして三浦偉い。10月12日。上田とゆかちゃんの息って長い。そろそろ破局してもいいと思う。毒吐き出したな。こら。そろそろ破局してもいいと思う。ひでえ。明日もバイトあるので今日はもう終わりにします。まだ寝ないけど一応霧のいいところで。おつ、面白かった。そろそろ俺も限界だった。おつ、おつ、おつ、そして今夜に来たい。余談だけどバイト帰りにつぼみちゃん買ってきてワクワクしてるんだ。かわいい余談だこと、つぼみちゃん。帰ってきたんだけど、何この出づらい空気。お帰り。この辺が尻時々では最初の頃の流れは望めないじゃん。このありさまだ、お前のしたいようにしてくれ。来たー、お帰り。ここで一つカミングアウト。実は俺の最近の日記って、以前すれ立てて晒してんだよね。あとごめん俺実は19じゃないんだ。本当は20です。特定されないように嘘ついた。なんだその微妙すぎるサバの読み方は。でも後から気づいたんだけど、俺友達いないから大丈夫。アホス、ん？でも一気には上田がいるじゃん。10月22日、誕生日だった。プレゼントくれたのは上田とゆかちゃんとエリちゃんと兄貴とケンジだった。プレゼントが多いと嬉しい。彼女からだとなお嬉しかったろう。なんか今の一気弾けてるな。どんどん行っちゃってくれ。いつものメンバー。11月4日。マラソン大会だった。足が痛い。上田が一緒に走ろうって言ってきたのに置いてかれた。予想はしてた。あるある。上田ひどす。ありすぎわろた。11月21日。志望の進路を今から決めるらしい。上田は公認会計士になるってまだ言ってる。俺は大学に行こうかどうしようか。上田、頑張れ。上田はやればできる子。上田の中で公認会計士はどういう位置づけなんだ。11月23日。俺は大学に行かないで就職することにする。衣装工房で雇ってもらえそう。縫い物は好きだし経験もあるから大丈夫だろう。大丈夫だろうって本当に大丈夫なのかよ。夢を追いかけたんだな。夢の第一歩だな。叶っているんだよな。しみじみ。11月24日。上田が簿記の資格があれば公認会計士になれると思ってたらしい。3次試験まであることと補習と実務を4年くらいやらなければいけないことを伝えると、露骨に嫌そうな顔してた。でも一度決めたことだからやめないらしい。男らしいのかバカなのか。上田偉いな。上田かっけー。上田は頑固。12月4日。2年からのクラスの選択の紙を出した。上田は進学クラスに入るらしい。おそらく無理だろう。上田は挑戦者だな。上田チャレンジャーだな。やっぱり最後が。ちょっとくらい応援してやれ。12月13日。中間試験始まった。上田は相変わらず頑張ってるから大丈夫だろう。最初の頃とは大違いだな上田。だんだん上田の学力の評価が上がってる。上田認められた。上田つえー。上田は頑張り屋だな。12月21日。テスト全部返ってきた。上田ともう大して差がなくなってる。なんか納得いかない。上田は頑張ってんだよ。それはそれで嫌なのか。一致の存在が上田をより高みへと上らせるのだ。頑張れ三浦。上田完全に覚醒してる。上田成長中。12月22日。古本屋で、童話って本当は残酷。って本見つけた。面白い。現実逃避。影の道まっしぐら。やはりアンデレ。そんな本より勉強しろ。三浦。上田はスター性を秘めている。
12月23日。クラスの人たちと大勢でカラオケ行った。でも歌える歌なかった。もうちょっと流行りの音楽とか聞いた方がいいのかもしれない。みんな歌うまかった。お前は上田じゃないとダメなんだよ。エンヤがあるじゃないか。どんな状況でもマイナス思考。あるある。やっぱり上田だな。12月24日。パソコン欲しい。3万円くらいで買えるものかと思ってたら、電気屋さんで15万円が一番安かった。どこにこんなお金がかかってるのだろう。12月25日。兄貴の家でクリスマスパーティー。若鶏の中におこわ詰めたやつ食べた。鶏もまさか米詰めて焼かれるとは思わなかったろうな。最後の行で吹いた。鶏、あんたのために詰められてやったんじゃないんだから。米チキン。クリスマスにそんなこと考えるな。おもれい。お前の感性すごいな。さすが一致。12月29日。部屋の大掃除してたら、母さんの漫画雑誌がいっぱい出てきた。多分これ全部売ったら金になるぞ。でも読んだら面白かったから売らない。最後。三浦も三浦なら母ちゃんも母ちゃんだな。あるある。大掃除してる時に出てきた本鉄絵読んじゃうよな。そして部屋がカオスになっていく。三浦単価はユス。上田が三浦から離れられない気持ちが分かってきた。12月31日。エリちゃんとケンジと3人で年を越した。もう2人とも大きくなったな。そういえばエリちゃん来年小学生だ。お祝い考えておこう。大人だな三浦。エリちゃんでかくなってきた。上田は去年は一緒だったのに。兄夫婦。また三浦に子守をしつけてるよ。あるある。黒いエリちゃんすくすく成長。1月1日、エリちゃんとケンジと3人で初詣行った。2人に交通安全のお守り買ってあげたら、エリちゃんにその場で中身出された。何この子。黒エリちゃん来たこれ。どんだけ罰当たり。エリちゃん、泣けるな。ほんとお前の日記は。エリちゃん次長。1月3日、兄貴とリエコ姉さんが今年からなんか忙しいらしい。だからエリちゃんは小学校から家に帰ってくるらしい。嫌なんだけど。相変わらず最後か黒い。嫌なんだけど、嫌なのかよ。上田はどうした？追いついた、エリちゃんフラグ順調。1月9日。もう最後に髪切ってからかなり経った。なんかすごく長い、気持ち悪い。あるある、上田、VS、エリちゃん。1月10日。先生の今年初めての会話が、いい加減髪切れ、だった、床屋嫌い。1月13日、髪切った、思い切ってスポーツ狩りにしてみた。上田が笑い転げてた、なんかすごい寒い。上田。上田久々の出番。上田再来。やっと上田来たな。上田。1月20日、上田の誕生日だった、公認会計士のこととか書いてある本あげたら、もっと実用的なものくれ、だって、何考えてんだこいつ。いや一番実用的なもんじゃねえか。上田マジ次長。この上なく実用的だと思うが、上田、いいぞ上田。1月23日、エリちゃんが小学校上がるから入学祝いもらったみたい。高校生の俺も持ってないのに、何かがおかしい。理不尽。ちょっと大人げないぞ、何かがおかしい。エリちゃんの計画通り。エリちゃん。1月27日。なんか欲しいものいっぱいある。全部でいくらか計算したら、26万だった。バイトでもやるしかないのか。1月28日。バイトの募集とか見たけど、俺にできそうなのがない。諦めた。諦めるなよ。早いよ。後のニート候補生である。弱。いや、それでこそ三浦か。根っからのニート体質。エリちゃん、三浦、私の服作れ。2月2日。上田がマフラー巻いてた、マフラー嫌いって言ってたのに、絶対誕生日にゆかちゃんにもらったんだと思う、顔がやたら輝いてた。上田大満足、三浦ゆかちゃんに嫉妬。上田来たこれ。2月14日、チョコ嫌いとかならいいけどさ、なんで俺甘いもの好きなんだろう。もっとこう男らしく育ちたかった。そういう問題かよ。三浦甘いもの好きなのか。毎年恒例、なんで毎度毎度こんなにシュールなんだ。2月18日、古本屋で欲しかったバーネットの、秘密の花園、買った。でもその後寄った本屋で文庫版で新しく出てた、気がつかなかった。どうしてそう乙女趣味なんだ。何そのチョイス。あちゃーってあるある。安かったならいいじゃない。2月21日、昨日上田の進学クラス編入テストだった、落ちてた。落ちた、上田。予想通りだな。上田学力上がってたのに、上田のバカー。3月5日、吉郎おじさんが天の加担の写真集くれた。もう手に入らない本だからもらってもいいのか尋ねたら、遅めの入学祝いだそうだ。2年に上がる直前じゃねえか。そしてまた上田に話を広げられる。どんだけ。よかったな。入学祝いもらえて。入学祝いおめ。3月7日。期末試験始まった。もはや上田に心配する必要はない。ん？巣立ちの時か。上田。心配する必要はない。上田見捨てた。心配してやれよ三浦。上田放置。3月18日。テスト全部返ってきた。上田にとうとう追い越された。なんか複雑な気持ち。三浦の立場が。立場逆転。上田ついに下克上。これは逆に上田に勉強を見てもらえそうだな。
バカな。上田、お前がナンバーワンだ。3月21日。エリちゃんがランドセル持って遊びに来た。実に初々しい。入学祝いを要求しなければ。ちょ、おま、エリちゃん逃げてー。何か企みを感じる。上田に抜かれたことはどうでもいいのか。エリ、さーて、今度は何をねだろっかなー。しっかりしてらっしゃる。3月24日。あっという間に高校1年生終了。この勢いで大人になってしまうのだろうか。俺が大人になったところは想像ができない。あるある。早いな。4月2日。普通2年になったら後輩ができるけど、部活入ってないから、できない。デジャブ。わかるぜ、その気持ち。あるある。中学校の時と同じわろた。中学時代から続いていた日記も、高校2年生に突入しようとしています。ここまでは相変わらずな日々でしたが、新学期から変化は起こるのでしょうか。これ以降の日記真面目につまらないんだけど書く？もちろんだろ。私は一向に構わん。割と普通の日記になってる。それでも読みたい。4月11日。生徒会やってみたいけど、みんなの前でスピーチしなきゃいけないらしい。会長とかはわかるけど、初期とか会計はいらないだろ。変わってねえ。変わってないだろ。三浦の基準がわからない。4月15日。そういえば上田の忘れ物が減ってる。中学の時とか持ってくる気ないだろってくらいだったのに、大人になったんだな。もう完全に上田の保護者はロタ。友達の目線じゃねえ。上田成長しすぎ。保護者目線。4月23日。先生に大学本当に行かなくていいのかって聞かれた。だってお金もったいないじゃん。そういう問題か。もったいない。だってお金もったいないじゃん、三浦。5月2日。今年は旅行なかった。兄貴も忙しいらしい。ほんのりと切なくなってまいりました。5月3日。エリちゃんと水族館行った。でっかいサメ見て、うおーかっこいい。はないだろ。女の子らしく怖がれよ。俺だって怖かったんだから。怖かったのかよ。なんだかんだで仲いいな。下手れ。デートイベント発生してる。5月5日。ケンジが女の子とデートしてるところを見てしまった。兄として責任を持って後をつけた。ショックだった。ちょ、弟に先越された。後をつけたのかよ。ついに弟までにも。5月12日。お金が欲しい。でもバイトはしたくない。どうすればいいんだ。働け。ニートの兆候。ニート街道まっしぐら。5月15日。上田にお金欲しいって言ったら、俺も欲しいって返された。まあ当たり前か。上田に見たかるなよ。三浦かわゆす。三浦と上田の立場逆転してきてる。5月23日。中間試験、上田が余裕なのが憎たらしい。何こいつ。完全に逆転された。本領発揮きたこれ。何こいつ。完全に逆転された。ひがみきたこれ。何こいつ。ひがみ始まったな。6月2日。上田にテストの回答を聞くことほど屈辱的なこともない。悔しい。でもまあ俺が教えてこうなったんだしいいか。テラポジティブ。その理屈はおかしい。なんか受け入れようとしてる三浦に笑った。三浦、テラポジティブ。6月6日。上田の外履きにカビが生えた。去年の夏あたりから放置してたらしい。なんかすごいことになってて面白い。やはり上田は上田だった。あるわ。ねえよ。病原菌上田誕生。どんだけ放置してんだよ。やっぱり上田だな。6月9日。昨日上田がテレビで、シュレディンガーの猫、とやらを見たらしい。箱の中に猫を入れて殺す実験らしい。科学者って怖い。全然違う。違うよ。それじゃスプラッターだ。上田覚醒しすぎ。上田曲解しすぎ。箱の中に猫を入れて殺す実験らしい。それが内容じゃない。ただのそうじゃねえか。6月24日。上田が突然なし食いたいって言い出した。まだ早いのに。でも確かになしはうまい。もう何がなんだか。三浦可愛いよ三浦。俺もなしが一番好きだな。初めて上田の完成を認めたな。7月4日。上田の家遊びに行ったら、ゴキブリが暑さで死にかけてた。すげえ。すげえ。吹いたじゃねえかバロー。すげえ。どんだけ暑いんだ。ゴキブリが暑さで死ぬのかよ。上田最強伝説。7月13日。上田が下駄で投稿してきた。息だろって言ってたけど、みんな笑ってた。千なら上田と結婚。千なら俺が上田。上田、三浦は俺が育てた。千なら俺が上田。俺が中学の時つけてた日紙の日記が出てきた、パート4、完結編。一致オツ。おせよ。下駄上田オツ。一致オツ。登場人物のおさらいからしていきましょう。一致オツ、ついで、人物紹介、メインキャラクター。一致イコール三浦、主人公、男、10月22日生まれ、現在20歳、床屋嫌い。上田、完全覚醒、男、1月20日生まれ、友達以上恋人未満、ナンパ好き、高校から覚醒、床、女、上田彼女、美術部、エリ、女、主人公を困らせる名、小学生になる、ケンジ、男、一致の弟、一致より先に彼女できる、リエコ、女、一致の兄の妻、一致の義士、三浦兄、男、エリちゃんを押し付ける11歳年上の兄、
三浦母、女、一致に母さんと呼ばれる、漫画好き。サブキャラクター、登場順。沢谷、CD 返さない、返してもらうと得点シールがない。川村、一致と数学のテストを見せ合ったやつ、点数は一致より下。北島、一致の机の上に SM 雑誌を置いた犯人。谷本先生、なぜか一致と上田を怒った先生。田島、ノートに大事なことが全く書かれていない。水谷、一致の中学時代憧れの人&一致と同じ委員会。吉郎おじさん、一致に球体関節人形の写真集と天の火炭の写真集をくれた人。中学の先生、一致と上田を引き裂こうとする。高校の上級生たち、おっさんじゃないの。新倉、高校で出てきた女の子。高校の先生、髪の毛の長さにうるさい人。ちょぶちょぶ。7月20日。夏休み始まった。割と外で遊んでんのに肌が白いまんまだ。なんでだろう。新倉さんパワー。三浦そのキャラでアウトドア派なんだな。7月24日。プール行った。なんで若い子の水着ってあんなにいやらしいんだろ。恥ずかしくないのかな。ちょ。嬉しいくせに、このツンデレめ。三浦。類稀なる観察眼で水着姿の女の子を眺める三浦。7月27日。高校2年生の夏って、受験に向けて頑張るためにあるらしい。俺はどうしたらいいんだ。悩むポイントがなんか違う。三浦困惑。三浦混迷編に突入。8月4日。暑い、上半身裸でも全然大丈夫だ。クーラー欲しい。三浦本当に暇だな。クーラー欲しい、大丈夫じゃないのかよ。クーラーないのか。8月12日。あまりにも暑いので1日中公民館で過ごした。知らないおじいちゃんと将棋打ったら意気投合した。明日もやる約束した。公民館。もう完全におっさん。わーい、三浦に友達ができたお。おじいちゃんフラグ。おっさん臭い通貨三浦はもうご老体。公民館の発想はないわ。8月18日。夏期講習始まった。学校はクーラーが効いてて嬉しい。放課後も学校で過ごした。お前、なんで夏期講習来てんの？ん？クーラー。三浦にとってはもはや、クーラー、上田。9月1日。上田の方が宿題の出来がいい。なんかすごい悔しい。上田に何が起こったんだ。三浦覚醒への助曲。ついに宿題の出来の問題になった。上田との差が開きつつある。9月11日。なんかテストに身が入らない。だんだん俺の学力が上田に吸われたような気がする。吸われた。とうとう逆恨み始めた。学力を吸うクリーチャー上田。上田もはや人間じゃねえのかよ。9月26日。俺の点数が若干下がった。気にする範囲ではないけど。上田の勝ち誇った顔が憎たらしい。死ねばいいのに。ちょ、死ねばいいのに久しぶりに来た。死ねばいいのに、毒吐きすぎだろ。本格的な僻みになってきたな。すれたいに偽りなしになってきた。死ねばいいのに、死ねばいいのに、死ねばいいのに、ダークサイド入りましたー。やっと本格的にすれたいの死に沿ってきた感じだな。10月3日。文化祭前日、なんか装飾やけに凝ってる。2日しかないのに。どうせ片付けしないくせに張り切るなよ。いつもの来たー。今までの経験に裏打ちされた発言。また片付けの話。定例の三浦片付け期。本当片付けばっかだな。10月4日。人がいっぱいいて気分悪い。裏で本読んでたら先生に怒られた。仕方がないから PTA の無料休憩所で1日潰した。おっさんじゃねえか。今年も読書にふける三浦。また本読んでんのかよ。高2にしてかれてる。10月5日。2日目。なんで女子ってあんなに身だしなみとか化粧とか気にするんだろう。俺は素顔の方が好きだな。これには同意。同意せざるを得ない。10月6日。やっぱり来ない。よく見たら片付けてるのみんな裏方の人だ。やっぱり。いつもの来たこれ。もはや恒例。案の定。10月8日。上田が突然こっくりさんやろうと言い出した。10円玉が動いてびっくりしてた。俺が動かしていたことには気づいていなかった。いくら勉強できるようになってもアホアホのまんまだ。さすが上田。なんか安心した。鬼だな。それでこそ上田。こっくりさんでささやかな復讐。くらい。10月22日。誕生日だった。だんだん誕生日が待ち遠しくなくなってきた。もうなんか嫌だ。ややこしい。あるある。三浦の誕生会の後片付けをするのも三浦。バロス。11月1日。俺の成績が徐々に落ちてきてる。ちょっと気合い入れてやり直そう。もうすでに遅し。やっとか。上田から学力を取り返せ。三浦はやればできる子。11月7日。昔中学の曽根先生が、なんとかなる、だといつかどうにもならなくなる。ってこのことだったんですね。今も猛省しています。中曽根、ようやく現状認識。その反省今も活かせてないだろ。曽根の名言。11月16日。一度猛省してしまったけど、流れに乗ると割と理解できる。よかったよかった。曽根涙目。もともとできる子だもんな。何がいいんだよ。やっと三浦のターン。11月20日。なんか上田より上とか下とか考えてた俺がバカだったな。大人げないことをしてしまった。気軽に行こう気軽に。気軽じゃダメだろ。あ、一致がどんどん落ちてゆく。軽く現実逃避。12月12日。
中間試験始まった。とりあえず気張らないでいこう。意外にポジティブ。気張れよ。12月19日。テストの点数良かった。5教科クラス1位だった。素直に嬉しい。三浦すげー。やればできる子だな。復活。三浦すげー。三浦完全復活。上田涙目。12月24日。夜はクリスマスイブだというのに俺は子守をしている。なんか理不尽。久々にエリちゃん来たこれ。ケンジとエリちゃん来たこれ。子守。上田が気になる。12月25日。クリスマスパーティーだけど兄貴がいないから、リエコ姉さんとエリちゃんとケンジと俺だけ、居づらかった。ちょ、兄貴どこ行ったんだよ。そりゃ気まずい。居づらい。12月31日。上田の家で上田とゆかちゃんと3人で年を越した。でも気を利かせて途中で帰った。三浦クール。寺大人。三浦はやっぱ大人。1月3日。ケンジが友達呼んで今を占拠された。正直正月に呼ぶのは非常に迷惑だ。こたつに入れないじゃないか。こたつ大好きかよ。こたつ。ケンジ自重しろ。こたつ。ケンジ、これはひどす。公民館行けよ。1月14日。よく考えたら服飾の学校行けばよかった気がする。でも服飾の学校ってどうなんだろ？どっちかっていうとデザインする側の気がする。結構前から夢決まってたろ。気づくのぜぇ。女の子の着る服作りたいんだもんな。今さら気づくな。1月20日。上田の誕生日だった。俺の誕生日プレゼントが CD だったから CD あげた。もっと実用的なもんよこせよ。オウム返し。実用的じゃねえ。目には目を。ひがみの日記でも毎日が楽しそうだな。おい、これ俺があげた CD じゃん。1月29日。上田と目玉焼きについて熱く語った。目玉焼きにマヨネーズはないと思う。目玉焼きは塩コショウだろ。お前ら新婚か。日記に書く内容じゃね。熱く語った。2月4日。なんか俺本格的に友達いない。もう2年も終わりそうだというのに。まあいいか。いいのかよ。よくねえ。上田がいるじゃないか。お前には上田がいる。それでいいじゃん。2月14日。なんかにいくらさんにギリチョコもらった。本化したお礼だとかで今目の前にあるけど、食べるのがもったいない。食べないのももったいないけど。けどなんだよ。どっちだ？ニークラさん再登場。ニークラさんフラグ。もったいないけどなんなんだ、テラツンデレ。2月15日。ホワイトデーはギリチョコも返さなきゃいけないのだろうか。初めてのことだからわからない。悩んでる三浦がかわゆす。翌日にはもうホワイトデーのこと考えてるのか。初めての悩み。エリちゃん以外からの初めてのチョコで困惑。これほど恋愛展開への発展を期待できないのも珍しい。わくてか。2月16日。わからないので上田に聞いた。返した方がいいらしい。でも何返せばいいかがわからない。ニークラさんの好きなものでいいのか？でも好きなものってなんだ。やっぱ上田しかいないのか。自問自答。上田に物を聞いたら終わりだろ。また上田が言いふらす予感。2月24日。散々迷ったけど、秘密の花園面白かったって言ってたから、同じバーネットの、小公女、でいいや。社交辞令で面白いって言ったのかもしれないけど。ちょ、本かよ。それあげちゃうのか。ダメだ。斬新だな。2月26日。ホワイトデー日本ってどうなんだろう？かなりダサい気もする。思ってんならやめろよ。絶対おかしい。今さら、気づいた。それに気づいたか。3月2日。もうプレゼント放送して準備万端だけど、ドキドキするどうしよう不安だ。放送しちまった。準備早いな。寺早す。そんな三浦が好きだぞ俺は。早すぎだろ。3月13日。明日だ、もう今から恥ずかしい。期末試験中だというのに。ニークラさんフラグが。お返し変更しろ。また成績下がるぞ。わくてか。3月14日。一応喜んでくれたのか？笑ってたけどわからん。ダメだわからん。そもそも受験前に本渡すのってどうかと思う。今更だけど。今更かよ。そりゃ一応笑うだろうな。ヒント、社交辞令。恐怖完全燃焼。苦笑い。3月15日。上田に本渡したこと話したら、ダメだろ。って言われた。恥ずかしいことをしてしまったのかもしれない。手遅れ。上田からのまさかのダメ出し。上田に何渡すかまでをちゃんと聞いとけよ。上田からダメ出し食らった。ニークラさん、これはないな。3月17日。テスト帰ってきた。まあまあよかった。上田もよかった。上田がついでっぽいな。まあまあいい、いい。すでに負けを普通のものとして認識し始めた三浦。3月21日。神保町行った。本屋さんがいっぱいあった。でも漫画が多かった。三浦は本屋好きだな。本屋、さん。3月29日。もうとうとう高校3年だ。みんな受験本番だ。上田も予備校が良いになるのか？なんか寂しいな。ついに高校3年生へと進級した一致たち。それぞれの進路に向けて動き始めているようです。どんな一年間になるのでしょうか。4月12日。なんかみんな勉強に必死で怖い。俺なんか場違いな感じがする。三浦も勉強すべき。こうして三浦は神の域へと。ちょ、お前も頑張れ。
いつの間にかニートっぽくなってるな。なんという俺、気持ちはわかるぞ三浦。4月27日。上田までもが勉強に必死だ。なぜか俺まで勉強してしまう。立場が逆になってる。してしまうじゃないだろ、してた方がいいんだから。三浦が上田に影響を受けてるけん。5月2日。なんか日記に書くことないままゴールデンウィークになった。でもゴールデンウィーク中も予定ないから書くことがない。本来日記を書けるところなのにな。今年も旅行なしか。エリちゃんからも見放されたのか。5月3日。出かけようと思ったけど、雨降ったから家でエリちゃんとチェスとかで遊んでた。勝てなかった。エリちゃんに負けないで。チェス。エリちゃん大きくなったな。やっぱり子守。勉強では上田に負け、チェスではエリちゃんに負ける。恋愛では弟に負けてるしな。5月4日。することがないので一日中家でストレッチしてた。それで気づいたんだけど、俺以外に体柔らかい。これ以降出来事がなくて飛びまくるよ。想像したら笑えた。よかったな。ストレッチ三浦。メルランはロタ。てか気づくの遅いよ。チェス苦手だったんだ。だったんだ。ただいまの状態、エリちゃん、上田、三浦。5月5日。リエちゃんと遊んでいたけど、どうもこの子には言って読まれてる気がしてならない。やっぱり苦手。リエちゃん。リエちゃんって誰だ。もうなんか俺ミスしまくりだ。どんまい。もうなんかいちいちイッチが可愛くて仕方ない。ハゲドウ。三浦、頑張れ。タイプミスなのか、てっきり日記が下田状態かと思ったぜ。5月16日。なんかみんな怖い。何これ、話し声が全くしないんだけど。怖い。唐突にホラー。何があったー。何そのホラー。5月20日。よく見れば普段不真面目な人たちも頑張ってる。というか頑張ってないの俺だけだ。まあもうすぐ中間始まるから俺も頑張るけど。頑張ってないのに静かな三浦か。今やお前が一番不真面目だ。三浦、勉強教えてやろうか。6月3日。中間終わった。俺はいつも通り良かったんだけど、みんな必死すぎだろ。なんかすごい追い込まれた顔した人が数人いる。何その上から目線。三浦焦らなくても上位キープ。そつなくこなす優等生タイプなんだな。三浦完全に上から目線。お前ももうちょっと必死になれ。6月20日。上田がようやくどこの大学行くのか発表した。じらす必要あるのか。6大学だった。いくらなんでも無理だろ。もはや意味はないけど一応大学名伏せます。じらし。上田テラ頭よす。ちょ上田。ちょ、おま、上田に謝れ。6月17日。今からみんなこんな頑張ってたら、入試になる頃には疲れちゃうよ。一人余裕。お前は何なんだ。一人だけ冷めている三浦。7月8日。なんか月日の流れが遅く感じる。正直なんか辛い。クールすぎるぞ。卒業したら、上田の話題もなくなるんだろうな。上田は何度でも蘇るさ。7月26日。いつの間にか夏休み入った。一応上田を遊びに誘ったりするのは自粛してる。暇だ。上田以外誘うやついねえ。いつの間にか上田に構って欲しがってる。中学の時とはえらい違うな。やっぱり三浦上田が大好き。三浦はいい子。8月4日。書くことがないです。ちょ。言っちゃった。ん？それは日記としてもひどすぐる。日記の意味ねえ。書くことがないことを書いてる。日記を根底から覆す一言。公民館行け。三浦勉強しろ。8月28日。なんかいつの間にか、夏休み終わってる。早い。本当に何もなかったのか。説明。もう時間の感覚がおかしくなってきてんな。夏休みコメント、3日。まあ、高3なんてそんなもんか。9月27日。期末試験終わった。文化祭前ってこともあって、みんなちょっと気が抜けた気がする。だんだん三浦が元気がなくなってる。文化祭来たー。片付けはくてか。さて文化祭ですよ。10月4日。前日、音楽部の人たちが最後のライブだから気合入ってる。うるさい、なんかみんな受験から逃れるように頑張ってる。受験から逃れるように、何人かは図星だろうから黙っとけ。出番だぜ、片付け係。とうとう最後の文化祭か。さすがにいい思い出になってればいいが。片付け担当、三浦。10月5日。もう最後の文化祭になるけど、不思議と思い出がない。思い返してみると、文化祭って本読んでるだけだった。片付けの思い出があるだろ。片付けもしただろう。三浦灰色すぎる。10月6日。なんかみんなで記念写真撮った。なんとなく端っこにいたらニークラさんの隣だった。恥ずかしかった。隣来たー。いい思い出ができたね。おお、フラグ来たこれ。片付けの記念か？三浦自意識過剰。うは、ほろ逃げ。三浦も結構一途だよな。小公女の選択さえ間違えてなければ。10月7日。片付け、いつも来てる人もあんまり来なかった。面識のない下級生に手伝ってもらった。後輩来たこれ。新フラグ来たこれ。下級生いい子だ。片付け来たー。来たー。10月22日。エリちゃんに学業成就のお守りもらった。嫌がらせなんだろう。素直に感謝しろよ。これは吹いた。黒エリ様再臨。本当に小学生なのかエリちゃん。黒エリ本領発揮。
ここでまさかのエリちゃん。11月12日。なんで受験生じゃない俺がストレス溜まってるんだろう。数人明らかに俺の方睨んでる。俺なんも悪いことしてないのに。羨ましいんだよ。その態度こそが。疑心暗鬼。まあ、みんな必死だからな。11月20日。学校に行きたくなくなってきた。いじめでもあったのか。引きこもりきたー。引きこもりフラグ。ニート同一直線。三浦がどんどんダークサイドに。12月、8日。中間始まったけど、こんなに緊張する中間初めてだ。勉強してなかったからか。必死な奴らよりいい点数取っちゃうからじゃね。こんな時に上田の野郎何してんだ、勉強か。本当に上田出てこなくなったな。上田出てきてよ寂しいよ上田。お前ら最初の頃は上田ばっかりかよ。とか言ってたのに出てこなくなった途端にこれか。俺もだけど。12月19日。まあ別に普通の点数だったけど、なんか俺だけ気楽なのが悪い気がする。三浦は優しい子。12月23日。おそらく12月はもう書くことがない。ちょ、終わっとる。まだわからんだろ。そんなこと言うなよ。三浦には上田が必要だということがよくわかるな。1月16日。昨日徒競センター試験だった。上田が思ったよりできたらしく喜んでた。ひとまず安心だろうか。上田来たー。上田おかえりー。待ってたよー。上田。上田お久しぶり。上田合格フラグ。上田成分補充。久々保護者目線。上田上田人気すぎ。1月26日。来月いよいよ上田が本番。俺も陰ながら応援しておこう。上田頑張れ。上田頑張れ。超頑張れ。日記だからもう過去のことだけど俺も上田を応援してるんだぜ。いいやつ。三浦偉いな。2月11日。なんか俺も緊張してきた。ほんと三浦はツンデレだな。俺も緊張してきた。俺も俺も。上田思いの三浦。お前ら上田大好きだな。2月21日。上田の本番だった。割とやり遂げた顔してた。でもまだ落ちてる可能性もあるので、勉強し始めた。ワクテカが止まらねえ。レス多すぎ。次は発表のはずだワクワクするぜ。三浦も上田も本当いい奴同士だな憧れてしまう。弾幕用意。上田の成長が半端じゃない。ワクテカ。2月28日。やばい、感動した。上田が受かった。なんかもう二人で踊ってしまった。俺も嬉しい素直に。そのままなんか走った。だんだん差がついて置いてかれた。やったー。上田、おめでとう。上田の合格に全俺が泣いた。お前ら最高だ。上田おめでとう。踊る三浦がどうしても想像できねえ。嬉しいんだけどやっぱり複雑なんだな。青春してるの。最後が意味深。差がついたのに、最後に死ねばいいのにが消える日が来たとは。だんだん差がついて置いてかれた、切なす。うわー、感動した。すんげえ二人とも成長したな。お前らも永遠の親友だ。だんだん差がついて置いてかれた、三浦と上田の高校生活そのものだな。見ず知らずのビッパーたちに過去の合格を祝福される上田。3月4日。今日衣装工房に就職決まった。決まったっていうか去年の時点で決まってたよな。なんか夢が叶ってるんだし喜べよな。来たー。おめ。3月20日。卒業式だった。なんか泣いた。いい思い出一つもなかったけど。お前には上田という、最高の思い出がいっぱい。俺涙目。あの三浦が泣いた。俺も泣きそうだ。3月28日。上田とゆかちゃんと卒業パーティーやった。もう素直にこの二人が結婚とかしちゃえばいいと思った。三浦も成長したな。破局しろとか言ってたくせに、あの三浦くんが祝福するとは。やったー終わったー。終わりか。このまま大断念だ。おつ、楽しい3日間だった。やばい全俺感動しまくり。せんならエリちゃんは俺の嫁。せんなら一気の今後は。せんならせんなら。せんならみんな幸せ。おつ、そのうちこの二人は結婚するだろうな。めったにないぞこんな長い交際。いかがでしたか？日記が残っていると、その当時自分が何を思っていたのかを知ることができて面白いですね。また、リアルタイムで綴られていた高校生一致の日記は、皆さんも自分と重なる部分があったのではないでしょうか。一見ただの日記を公開しているだけのスレですが、このままでいいのか、でも何をすればいいのかわからない。そんな高校生の心情が描かれていて、多くの共感を得るものだったと思います。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。